ドクター、はい、新ユニについてがっつり教えてください。はい この番組はブレフロガチプレイヤーのドクター M ことミササギさんによる最先端のブレフロ攻略や最新ユニットのレビューをお届けする番組です。はい、今回の新ユニは、はい、フェブラー兄弟と精霊の本タイトルかな、はい、そう、どんな感じですかドクター。今回ね、5人実装ということで、うんうんうん、まあそれだけでもね、もう5人も同時にですけど、うんね、今回ねちょっとリーダースキル的に一段ギア上がったかなっていうのもあって、おギア上がった感、お楽しみ、うん、まあ、なかなかいい感じのユニットとなっています。はい、はい、こちらね、うん、映画のタイトルかなっていうねぽい。でまあなんかね、まあ、兄弟と本なんですけど、うん、まあ、男の子が兄弟の弟、じゃああの人がフェブラー、フェブラー弟、そうだね、フェブラー弟、うん、で兄貴が行方不明で、はいはいはい、で4人が多分その本の中の人たち。はい、では順番にいきますか。はい、はい、まあ、これが炎の灼眼の宝石ネスタ。あ、なんかちょっとお尻がひとみにサムネこれこのポーズしてよできんわ、腹筋が。これなかなか布団で寝っ転がりながら、はいはいはい、チャンネルから時のポーズ。あー、ちょっとリモコン届かんみたいなでもなんか新しいポーズですね。なかなかこう、うん、お尻、ね、寝てるっていう、寝てるお尻、お尻ばっかり言い過ぎだけどお尻見えるっていうはい、で、まあ、リーダースキルが炎属性ユニットの防御と魔防が 15% 上がり、うん、で貴族性のからの火ダメが軽減。火ダメ軽減、ベルフェル試練とか来たらこれちょっと活躍するかもしれない。確かにこれから先すごい使えそうですね、うん、で BB の方が、まあ、烈攻撃の18連、うんうん、まあ、18連結構すごいね、うん、で敵全体を 40% の確率で幻覚症状態、あれかな、当たりにくくないですか。ミスが増えるやつだ、そうそう、あのざわざわっていうマークか、うん、でプラスHC 出現率を 20% アップなので、これ結構本当ね、ゼルナイト使ってたと思うけどあれすごいんだよね。ハートクリスタルポロポロ落ちるからね。ハートクリスタルはありがたい、うん、まあ、というわけでだんだんなんかもう2列に3行になってきたかなっていう最近は。確かにちょっと増えてきた、うん、バフ的なものが。で、まあ、魔法攻撃なので、まあ、魔法防御が低い相手には強い、はいはい、100魔法ですね、うん、で SBB なんですけど、うん、なんか攻撃はないんですけど、まあ、貴族性ダメージを軽減して、おでさらに貴族性に働いた弱点ダメージをアップする。これはもう対いいのがメルフェル支援というかね、うん、もう確実に木の強いやつの時に、うん、あと、まあ、サーシャでも使える、うん、確かに、うん、で今回ストーリークエストでもらえるスフィアを装備すると、はい、こちらエッシレティストの筆、へえ、うん、まあ、筆をね、筆をもらえちゃう。まあこれ自体がなんか耐性アップと BC増加量アップと HC 獲得量、回復量、回復量がアップ、まあ割と使いやすい、使いやすいですね、うん、耐性 50% アップって結構今までの耐性系だと状態異常耐性の中で一番強い。確かに50は結構すごいですね、うん、で装備するとでこれはなんかこの装備だけではなく、うん、ドロップアップでも発動する。あ、本当だ、で、まあ、BCHC 10% アップなんでかなりすごい、だいぶ上がる。え、この子めっちゃありがたい。そう、だって今のところこの 10% アップが限界で両方アップは 5% なんですよ、うん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 、だから耐性つくし BC もなんか上がるし HC も上がるしドロップ率も上がるって。これこの子すごい使える。そうなんですよ、使えますねネスタ、ね、だから高難易度でもその、うん、まあ、BCAC 大事なんで、うん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 、かなり使いやすい。続きまして魚、はい、魚だね、魚。後ろ何あれ、どうなってるの、ゲート的な感じ、なんか、あ、竜宮城の入り口みたいな感じ。へえ、出せるんだすげえ、なんかちょっと鳥っぽくなってね。あ、でなんか亀もいるし魚もいる、なんか水の中感がすごい、うん、まあ、どうやって浮いてるのかは謎ですけどね。これ水の中ですねきっとずっとずっと、はい。でこちらがリーダースキルが、妖精シリーズはみんな一緒で、うん、その自分の属性の防御魔防を上げてで相性がいい属性のダメージを軽減する。はいはいはい、じゃこれはもう火ですね、うん、対炎なんで、まあ、ロイでも一応いけるのかなっていう。で、まあ、性能的には BB が、まあ、11連の 150% ダメージと、うん、
火ダメージに BB ゲージが増えるやつ。おまあ、ランダとかが持ってるやつ、うん、で SBB もこの妖精シリーズは精霊、うん、精霊シリーズは一緒でそのなんか自分の属性のダメージをアップして相性いいやつを軽減する、軽減してくれる。だからまあリーダースキルと合わせると 15% 軽減なのかな。おお、まあ、結構すごい軽減してくれる、ね、でアマネが違う、さっきの 魚がアマネで合ってるよ、アマネで合ってますよ。筆を持つとどうなる。はい、BB 補助タイプか筆を持つときにターンごとに BB とか、おこれもねすごい使えますからね。すごい。だからもう BB 回し良くなるし自分の、はい、で味方のやつも回るようになる。すごい。で続きましてクロネア、はい、これはすごいよね。あ、かわいい。ゴスロリというか、ゴスロリって感じな、ね、でこちらが、まあ、貴族性の、まあ、防御魔法と、うん、雷管のダメージを軽減。BB がランダム全体攻撃、まあ、ランダム攻撃なんですけど、うん、13連の 180% おで 40% の確率で魔防力を低下して 40% の確率で2ターン毒呪い。おこれもし違ってたらなんですけどランダムって一発一発にその異常判定あるんですよ、うん、なのでだから13回そのこの異常にする判定がある。あーはい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 、はい、だからこいつめっちゃ異常にするんですよね。使えますな。そう使えますんですよ。すごい確率で、うん、状態異常は入りやすいみたいな。入りやすい。で、まあ、SBB はその一緒。一緒、うん。対雷属性。じゃあまた筆を装備すると。はい。クロネアが筆を持つと、はい。筆を持つか、まあ、異常付与を装備すると、うん、まあ、20% の確率で HP をよだめの 1% から 3% 回復する。おお。まあ攻撃しながら回復もできるよっていう。まあまああったらいいなぐらい。まあ異常付与スフィアをつけるんだったら。まあ、ついでについてくるからね、うんうん、では精霊最後のブーゾー。ブーゾー、うん、ブーゾーはおまけですね。あ、いや、ブーゾーとメイリン、かっちゃんとメイリンだからね。これはブーゾー切れてるから分かったよ。ブーゾー見せる。はい、今回の新ユニットブーゾーめっちゃ可愛いブーゾー。そうでもね、ストーリークエストでね出てくるブーゾーがすごい可愛かった。確かに。だって喋ってるのブーゾーだもん。ブーゾー。本当だ。まあね。あ、本当だじゃないよ。アップにしとったけど、びっくりした。あれブーゾーが喋んのと思って。まあリーダースキルはまあ一緒ね。一緒ね。防御魔法の対水属性。うん、で BB が単体10連なんで、まあ、結構ボス戦には素晴らしい。うん、でまあ一つ動かなので、まあバトルクリスタルとか回りやすくなるんだっけ？まあ、あったらいいなぐらいのマフ。で SBB はまあ対水属性、うん、ということで筆を持つと、まあ、やっぱね属性が雷なのでちょっと火力寄りなんだな。お何になるんだ。はい、まあ、ダメージアップか筆を持つと攻撃 BB 力が 10% 上がる。はい、まあ、なんかシンプルに手数増やして攻撃する。攻撃が、うん、まあ、でも SBB だったらその防御バフと火力アップも両方できるよっていう、うん、でこのシリーズは本当試練でいたら結構便利、うん、で最後に、はい、レティストね。なんか可愛いメル変換が、メル変換がすごい。まあね、絵本書いてますからね、うん、でこいつのリーダースキルが全能力 10% アップと BB 増加と HP 回復。めっちゃ使えるね。そう、今まであのリードとかメルキオが全能力を 10% アップだったけど、うん、もう完全にプラスアルファなんで。すごいな。だからまあこれどこで本当にどこでも使えるの。この子めっちゃ使える。そう、これは本当ねめっちゃいい。で BB は単体の9連の HP が多いと強いってやつ、うん、おでプラス味方の BB ゲージを増やすっていうアストとかが持ってる。アストとロディンとこいつかな、3人目かな、 BB で回復できるやつ。戦いやすい、使いやすいキャラで。 SBB はレス攻撃の、しかもまあ HP が多いと威力上がって、うん、で BB 増加もちょっとさっきより増えて500も上がります。さらに BC 増加量も増えるっていう。 BB 周りがめっちゃ良くなる。そうで、こいつは最初からオルタナティブを持っていて、うん、自分の BB 増加を増やして、自分の BB ゲージを増やして、さらに2ターンの間自分の HP を回復する。え、しかも行動消費なしだから、もうそう、なしで、しかも消費1だから3回打てる。あれめっちゃ使えるじゃん。そうだから、あともうちょいだったのにって時にこれ使えばでビビ打てて、そうで味方のも、味方全部も打てるようになるかもしれんぐらい。そう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 、すごいこの子。自分に電池、周りに電池っていうコンボもいける。
すごいな。そう、素晴らしい。でちなみにレティストが自分の筆を持つとどうなるんだ。まあ何もないんですけどね。なんだ、まあ自分ですからね。そっか。まあこれ以上ね、はい、もうだってこの子これだけでねすごいもんね、うん、まあ、もうリーダースキル的にもすごい使いやすいので、うんうんうん、かなりおすすめですかね。すごい。てかこのシリーズは結構本当みんな使える、いたら楽だよねっていう、うん、使いどころがちゃんと分かる、うん、で XBB の方が、まあ、5人とかではなくもう2222っていう、あ、みんなレティストと一緒にやるってことですね。そう、そう、で結構この XBB が面白くて、うん、まあ、とはいえねやっぱ実際に打ってみますか。はい、はい、というわけで XBB を打ってみるんですけど、はい、なんとこの4人の XBB が全部あの3つのタイミングなんですよ。 4人とも、まあ、というわけでなんか1回見ただけだとなんかもう1回見たいなってなるんで、うんうん、いきますか勝負。お、よっしゃ。最近私もファンタスティックよく出るから。4回戦あるからね、うん、2-2 だったら引き分けってことですよ。よし、やっぱじゃあ炎は先やります。はい、じゃあ水は先やる。よし、じゃあいきますね。まず、レッ、レッ、なんて読むの、レッカ、レッカなのかな、レッカの絆、うん、レッツアーカ、まあ、炎光属性のダメージと、まあ、BCHC とスパジー BCHC、うん、やっぱもう BCHC に、まあ、攻撃しながら、まあ、BB と HP が回復しやすいのかなっていう、うん、ではこれね、どういう風に降ってくるか見えるかな、最初。ああ確かに、あ、これ初めてですか、ドクターもやるの。なんかね、一回なんかストーリークエストでやったけど、はいはいはい、あの XBB アクションオフだったからお、やるのは初めてです。よっしゃ。最近というか、なんか中にはこの XBB タイプなんか途中で抜けたじゃないですか。え、なんかこの真ん中右左って最初はあるのに途中で抜くんですよ。嘘、あ、う、それやったことない。さあ、ちょっと難易度が上がってるってことですね。 ありそう、はい、じゃあいきますね。はい、はい、ドクターの挑戦。さあ、あ、これ、これなんか、あ、普通だ。あ、よっしゃ。最近やってないから。あ、で、で、見ましょう。あ、そうだそう、こっち。あ、お、え、絵本っぽい、うん、で、すごいんですよ、合体するんですよ。本当だ、変身するんですよ。で、なんかアラビアン、あ、アラビアンのやつ出てきたよ、ね、すごいよね。すごい、なんか合体するっていうのはすごいよね。すごいすごい、すごいしか出てこない。レティストも絵本の中の人になったらこんな感じみたいな。そうそう、 ネスタとなんか融合というか、ね、変身して攻撃するっていう。アラビアンな、うん、なんだ、魔法の人、魔法のランプの人みたいなのがね、そうそう、出てきて。じゃ続いては私です。はい、行けますか。いや、もう余裕ですよ。でもちょっとな、ちょっとデカさがな、ちょっと、あ、確かにね、日頃より、うん、はい、さあタイミングよくタップしろ。あ、やべそれも端末どうこうじゃないですよ、今のは。ちょっとね、なんかちょっと最近あのこうこうこう左右真ん中がやり慣れてて、ちょっと右に行きかけちゃった。あんなゆっくり振ってくるのに。やばいやばい、ね、まあ、炎のね、魔人的なのをね、うん、召喚して攻撃すると。かっこいいですね。1回戦はあち、1回戦は、まあ、ドクターですね。はい、続いてはアマネの XBB 見てみましょう、はい、推定機推定機、推定機でいいのか推定機わかんない。まあ攻撃はないんですけど、まあ、BB 増やして、BB、ひらめで BB も増やして、で攻撃 BB 威力も上がるので、まあなんか次のターンになんかバフ乗ったすごいなんかね、みんなの BB がいくのかな。うん、これもじゃあ、はい、次は先行私で、はい、バットはね、ダメですよ。やらかしてしまったよ。そこでね、先行でね、ファンタスティックはかっこいいですよ。よっしゃ、どこから来るかな、ちょっと。さあ、あ、真ん中から来た。おお。あー、ファンタスティック。じゃあ引き分けか。あ、いやいやいや、おお、かわいい。かわいい。あ、また合体した。あ、え、なんか。あ、釣ってる。あ、釣った。バリアした。すげえ面白い。すごい面白い。しかもなんか無駄にって言ったらだけど、なんか無駄になんか、うん、あの新選組みたいな、なんていうの、なんか江戸っ子みたいな服装になって釣りしとったよね。すごい面白い。すごい。なんか魚が釣りアクションでいいのかっていう。自分釣られるんじゃないのか。エビもいましたよ、エビも。はい、では僕のターンですね。はい、私はファンタスティックですよ。まあ引き分けなんですけどね。いや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 。
さあ、では水滴。水滴。水底姫なのかな。何なんだろうね。でもだからかちゃんと水の底に入ってね。あ、最初確かに確かに、ね、そういう感じな、うん、ちょっと。はい。XBB の内容を見ることもちゃんと忘れぬようにせんと。集中。外せ。よしよしよし。くそ。はいはい、最初最初。いいよね、うん、あ、どなんかあの切ってる感じに見せて釣ってる、ね、ルアーっていうか、あ、待って、なんか魚が釣れてる魚の一つがなんかあっぱれみたいな感じのやつがおったマジで釣った魚でその小指ビビとか上がってるの、多分あっぱれみたいな、なんかあの何センス、あっぱれみたいなセンス持って釣られたなんか陽気なやつがおったマジで、じゃあいたらじゃあアップにしとくわはい、では3人目、はい、クロネア。クロネア。クロネアの方がこれね、茨の城って読むんですよそれは読めるわ私もそっちは、こっちはあ、マジでなんとかの絆、ご、なんて読むんだろう、なんとかトゲ、ごく、なんて読む、せ、わからん、わからんね、教えてください、ね、まあ、木と光の攻撃プラス、うん、80% で攻防魔防力を低下して、これ結構ね、今のブレクロ1の時はなんか 80% 低下とかあったんですけど、ブレクロ2は結構なんかもう計算式と違うので、うんうんうん、10% 下がるだけでも多分結構違うかな、結構下がるみたいな、うん、でさらに 60% の確率で毒、呪い、幻覚、おで 60% の確率で麻痺、あ、まああれか、麻痺が1ターンで上の3つが2ターン、2ターンで攻防魔防力は3ターン、おお、じゃあファンタスティックにしますね。いやいやいや、余裕ですよ。さあどうやってくる？あ、ぬ、あ、抜かせるやつ、抜かせるやつだこれ。あ、惜しい。で、むしろ、むしろ最終以外は合ってんの。おお、ファンシー。あ、なんか合体の仕方。デバフして。おお、茨感。かっこいい。なんか武道、武道会感、武道会感なかった武道、なんか踊ってる感、なんかほんとね、XBB ね、あのわずかな時間にね、いろいろ詰め込みすぎてるから、ね、見るとこがいっぱいありすぎる、追いつかん、思考と会話が追いつかん、そしてあの、XBB をファンタスティックにできなかったのリアクションからのねそうまあでもね、グッドファン、なんだっけ、ファンタスティック、ファンタスティック、まあ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 、まあ、いい方ですかね。はい、続いては私が挑戦いたします、はい、これ難しいですよ。難しそうだった。よく分からなかったもん。分からんかった。でもちょっとまあ初見じゃないんだよね。そうですね。さあ。さあ。やめろやめろ。右から右から。あ、これバット出た。やめ。翻弄されてる最後。あ、でもこれ見なきゃ見なきゃ。合体がなんかまあ茨の戦士って感じ。うん、あ、やっぱ茨の攻撃ってかっこいいよね。かっこいい、うん、まあ、攻撃しながらも本当相手にすごい嫌がらせをする、うん、でもバットが出たことへのショックがよかったよかった。ということで3回戦はドクターの勝ち、はい、やばい、はい、最後にメイリンの、はい、ブーゾー、ブーゾー、ブーゾーはどう出てくるのか。乱陽伝かな。乱陽伝やっぱり悟空っぽい、ね、うんうん、カッパと豚とね、うん、あとなんかあの頭の額のあれ、額のあれ、うん、あ、まあ、あれね、そうそう、うん、孫悟空感がちょっとある、うん、で、まあ、雷でさっきのやつは結構火力っぽかったんですけど、回復すごいですね。回復するし、ターンごとにも回復するし、エスパラメも上がると。お、まあ、回復よりとスパラメ、スパラメ、あ、なるほど、まあ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 、これを最後のバトルなんですが、はい、もう2勝1分けじゃん、はい、私これ勝っても、はい、勝てんじゃん。じゃあ私これ初見じゃん、ね、確かにね。もうこれ勝ったらなんかポイント5倍とか100倍みたいな。じゃあ最後のこの勝負は、うん、380点。よっしゃなんで380が出てきたんか分からんけど、じゃあ行きます。抜け抜け抜いてこい。初見怖い、初見怖い。あ、これは、なんで、なんで、嘘、なんで、嘘、なんでこんな感じ。あ、かっこいい、かっこいい、あ、金道に乗った感じじゃない。あ、三蔵法師になっとる。お、風蔵がちゃんといる。あ、これかっこいいな。これちょっとバットのショックでちゃんと見れてない
はい、ということでラスト、はい、ドクターがでしたバットを2個出せば、私がバットグッドグッドだった、ありえない、ドクターがバット2個出せば私の勝ち。何さっきの本当に、ね、びっくりした、自分もびっくりした、あんな簡単そうなやつなのにちょっと難しいやつの後だから逆に、そうなんか逆張りしておおっと思ったらば、はい、欲しいな。じゃあね、いきますね、はい、さあ、いやいけるでしょ、おい、きれい、まあ、そりゃそうだよなっていう、はい、見よう見よう見よう、さあ肝臓になって、なってかっちゃんと偶像がなんかバリアをみんなで貼る、あ、はい、貼る、あー、やっぱ偶像だよなちょっと結構ショックやね、そう、ショック、バッとそれでは前回私が出演した第33回、私とミササギさん、ドクターが試練で戦った回のコメントを紹介していきます。はい、はい、とりあえずさすがとしか言えないです、だって人見、私じゃないでしょうこれはね、でもドクターの本気がね見れるっていう新しい、はいはい、でもね、私も見返したんだけど横で私がうるさかった続いてウォッチング古崎さん is always、 なんて呼ぶんだろう、プレジャー、わからん、わからん、でも Thank you 多分いいこと、いいこと褒めてくれてる。ゼクタさんもコンプできたし、そろそろ支援に手をつけようかな、まだたくさんやることあって、どれから遊ぼうかな、やっぱりゆっくりまったり行きますかね、そう、それが一番ですよ、うん、でも試練は意外に、うん、意外にいける、私もこれ行って練習してみて、うん、楽しかった、ブレプロ、ああ、人見のね、プレイがやっぱブレプロだったってことブレプロブレプロ、まだどのエクストラ試練も行けてないけど、徐々に準備をして、せめてリンの闇神武器は欲しい、関係ないですがアザミ良いですよね、あ、刀ね、闇の刀ね、うん、アザミっぽいもんね、うん、あれはね、いいですね、ぜひ買って使ってください、うん、お、続いてはドクターの本気すさまじいですね、ひとみんもお疲れ様でした、そろそろ試練やらないとな、やっぱなんかひとみんが試練頑張ってるのを見ると、あ、みんなもやっぱねやんなきゃっていうそろそろ俺もやるかみたいな、頑張ろうみんな、うん、スキルライズ面倒で今まで全くやってなかったけど、今回のイベントを機にやり始めたらドハマりしてしまった、おかげで4の試練やりに行くスタミナが残ってない、あ、まあスキルライズね、本当、まあ、特に、ね、リカバリーコードはやっぱねいいんで必要なやつ3.2 あ、確かこれね、一人がね、あの多分しゃがんで下にのサトシかなんかを、なんだっけな、あ、サトシが落ちたやつを拾ったところだ、ひとみんの谷間が見えそうで見えないやつ、ああ、はいはいはいぜひね皆さんね何回か見てくださいおすすめゴブリンのスキルがすごすぎますね、三崎さんさすがです、ひとみん次回ハンデつけてもらって再戦してくださいね、あ、ね、じゃあもう本当、いや本当練習はできてたんだけど、まだブツブツいってるって、惜しかったね、でも本当は悔しい、ひとみんセクシー、あ、これは3分の話ですね、3分頃もしやあのゴブリンにはアリサのリーダースキル発動してるのでは、あ、男にしか発動しないけど、あ、頑張れってやつ、男にしか発動しないけど、あのゴブリンはもう多分きっとするよぐらい男前ゴブリン、男前、続いてひとみんミスりすぎ、4ターンプラス7ターンイコール11ターン、無課金税の僕でもアイテム同じでいけましたよ、今度は様が4人 VS ドクターリレー、様が対個人の対決はいかがでしょう、あ、でもやってみたいね、確かに、ね、ちなみに多分この人の4ターンパス7ターン7ターンでロイのブレイクは絶対してない、うん、そうブレイクありですからね、あの条件ね、あ、確かにブレイクさせなきゃって言われるね、そうですね、あとね本番の緊張感は本当ねあるんですよね、そうこうね画面なんかこう撮られながらやるっていうね、本当にテレビとか見ててもそんなこともできないのかって思っちゃうんだけ ど、ね、違うんですよね、やっぱそうめっちゃ脇汗と手汗かくしね、そうそうはい、続いてひとみんがもじゃげ化してて笑えたみんなこうなっちゃうんだよ、ね、試練出揃ったら試練 RTA、 RTA って何ですか、リアルタイムアタック、おお、これでも楽しそう、とりあえずさすがとしか言えないです、ありがとうございます、ドクター M の有料ユニットパーティーでのプレイが見れるの嬉しい、ひとみん試練頑張って、確かに有料ユニット全然使わない、ね、全然使わないからね、これは本気が見れて本当に良かった、うん、さすがはミ・ドクター M ですね、操作が早すぎて何をしているのかさっぱりポンでした、そして久々の次男出演、ワンから見てるものとしては嬉しかったです、ありがとうございます、
攻略見てザード試練クリアできました、残りの HP 少し残ってやべえ削れなかったと思ったらリレイツ発動して、あれこれって倒せるかなと思って削ってみたら倒せてしまった。そう、意外とね試練って、まあ、攻略動画が綺麗にできすぎてるから、うんうんうん、なんか失敗しちゃったってなるんですけど、意外とやってみたらあ、いけたわみたいなね。確かにそれは意外にやってみたら倒せたってありますね、うん、そのプレイの代表がゴージャスさんねなんかもう周りの8割ができないと思ってるのになんかやってたら意外とおーいったみたいなありますか、ね、ありますね、うん、ザドのリレイズ飛ばせるんやさすがとしか言えない。そう、さすがでしたね。まだ全然バッザード行ってないんでね、うん、またぜひねドクター対戦したいなと思います。はい、ありがとうございます。はい、それではこの動画へのコメント、そしていいね、そしてチャンネル登録もお待ちしております。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。ドクター、はい、もう一回これ一番難しかったやつだ。これができたらもう私の勝ちです。始まった綺麗に動画が終わる。ほっ、どって